はいどうも皆さんこんにちはマッチョなピアニストのフォルテです、えー、まず先に僕話したいことがあるんですけども僕もともと1 0 0キロありましたはいこちらですどう思いますかめっちゃデブですよね、はい、<laughs> っていうわけで僕が3ヶ月で3 0キロ痩せたんですけどもこの痩せるための3つの法則を思いついたので話していきたいなと思います えー、まず1つ目体重を気にしないこの理由としましては、えっと、人は頭の上に数値を掲げて生きているわけではありませんというのも例えばあの人が何キロだから太っているとかっていう案件で判断するのではなくて見た目で判断していると思うんですよ歩いている人が例えば太っていたら太っているし痩せていたら痩せているっていう,もう判断だと思うんですよその人が 何キロだろうが判断するのはもうそこだと思うんですよ見た目なんですだから全く体重を気にする必要はありません正直1キロとか2キロ落とすのにもうご飯を抜いてしまえばそこを痩せますはいこれが一つ目の法則です 2>, 2つ目の法則なんですけども食べたものを記録しておく これ結構大事な法則でしてまずカロリーについてなんですけども消費カロリーと摂取カロリーがありますでこの消費カロリーっていうのは人間が生きてる間だったら常に燃やしてるものなんですけども例えば寝ていても常に消費カロリーがあります常に消費カロリーで、まあ、カロリーを消費してるって感じですねで摂取カロリーっていうのは、まあ、ジュースを飲んだり お菓子を食べたりご飯を食べたり朝ごはんを食べたりこの全ての体の中に入れたものが摂取カロリーですでまあえっと僕の筋トレした日のカロリーが大体2 8 0 0カロリーぐらいなんですけどもはいかんだんですけどもこの2 8 0 0カロリーを例えばご飯とかまあいろんなものを食べたとして2 8 0 0カロリー以内に抑えれば必ず僕の体重は落ちます そして2 8 0 0カロリージャスト食べれば僕の体重は全く変わりませんそ3 0 0 0カロリーとか2 8 0 0カロリー以上食べると僕の体重は必ず増えますこれが、まあ、あのカロリーなんですけどもこれ全て食べたものを記録しておくとカロリーを計算することができるので自分の消費カロリーとかを把握してダイエットにすることができますで消費カロリーの計算の方法なんですけどもネットとかでまああと 書いてありますので消費カロリー計算とか調べていただくと身長とか体重を打って調べれますので、まあ、それで見てみてくださいなんで痩せるのか理由を作ってくださいこれが3つ目の法則ですで例えばなんですけどもまあ痩せるって決めてダイエット始める方いらっしゃると思うんですよでもそれは痩せると決めただけであってその なんで痩せたいかっていう理由を持ってないと思うんですよでまあこの話についてなんですけどもダイエットって基本的には長い戦い戦となります1ヶ月2ヶ月3ヶ月長い方で1年2年といらっしゃると思うんですけども、まあ、その例えばその長い戦いとなった時にまあ痩せるって決めただけで始めるとやっぱ途中その気持ちが薄れてしまいます。 で、途中いろんな言い訳に負けて食べてしまってリバウンドしたりとかダイエットやめたりとかしてしまいます現に僕がそうでしたで、まあ、僕のその痩せようと思ったきっかけについて話していこうと思うんですけどもまず1 0 0キロまで行って健康診断でもうお医者様から高血圧すぎてあのこのままじゃあ死ぬよと言われました、まあ、その時僕結構ショックでしたまあそうですね死ぬって言われたんですよまだ20歳いや 19歳ぐらいの時に死ぬって言われたんですよショックですよねで2つ目の理由彼女や友達が離れていきましたそのなんかまあ一緒に歩いててなんかあの友達に遭遇した時になんかあの隠れてとか <laughs> まあ結構ひどい話なんですけどそういうこともありましたで結構まあ,あのなんでだろうっていうのはその時は分からなかったんですけども後から考えたらやっぱ太ってたからかなと思いました でそこで僕は痩せてもうモテるような存在になって人生を変えたいなと思ったその理由を常に持ち続けてダイエットに励み食事運動すべてをもう変えることができましたですので皆さんこの3つの法則絶対にちょっと書いてやってみていただけたらなと思いますまず一つ目 体重を気にしない。見た目を気にするってことです。二つ目。何を食べたかすべて記録する。で、三つ目。なんで痩せるのか理由を作る。この三つを常に法則なので、<え>まあ、この三つを、その、もっとデブが、あの、もうご提案という形なんですけども、皆さん、ぜひ、やってみてください。そして、一緒に人生を変えましょうイエイ 「これはちょ細マッチョマッチョマッまっマるまっするボーイ」「まちょまッチョマッまちょ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 」